ドイツ帝国海軍は、ドイツ帝国の海軍組織。ドイツ国内では単に帝国海軍と称された。ドイツは元来、個々の君主国や自由史が拡挙しており、統一した国家形態を有さず、国家連合としてのドイツ連邦の形態に止まっていた。しかし、産業革命に伴う産業資本家の台頭等を受けて、ドイツ統一の機運が高まり、ドイツ統一戦争を経て、 1871年、ビルヘルム一世が衰退されて、ドイツ帝国として統一された。これに伴い、従来の北ドイツ連邦海軍をもとに、イギリス海軍に反を取った皇帝直轄の海軍力として設置されたのが、帝国海軍であった。1888年に即位したビルヘルム二世は、世界政策と呼ばれる帝国主義的傍聴政策を取っており、 その推進のため、帝国海軍の拡充を施行することとなった。ビルヘルム2世により見出されたアルフレート・フォン・ティルピッツ少将は、1897年に東洋艦隊司令官から抜擢されて、海軍大臣に就任した後、19年間にわたって、その任を果たし、帝国海軍の飛躍的な拡充を達成した。ティルピッツは、アメリカの海軍戦略家である、 アルフレッド・セイアーマ・ハンから多大なる影響を受け、北海における英国海軍との決戦を想定した、いわゆるティルピッツ計画のもと、艦隊法の制定など、有力な海軍力を整備した。この結果、太陽艦隊と呼ばれた艦隊の規模は、日本やアメリカを優にしのぎ、世界第2位の海軍として、イギリスと土球戦艦や巡洋戦艦を中心に、 激しい喧嘩競争を繰り広げていた。第一次世界大戦開戦当時、帝国海軍は、全土球戦艦22隻、土球戦艦19隻、巡洋戦艦7隻を有していたが、帝国海軍は、英国本国艦隊の戦力を警戒し、戦術的勝利を達成した、ユトランド沖海戦を除いて、積極的に艦隊決戦を試みることはなく、太陽艦隊は、 原村艦隊主義のもと、おおむねドックに引きこもっていた。むしろ潜水艦による通称破壊活動を展開し、U ボートによる無制限潜水艦作戦を実施していった。敗戦が決定的となった1918年10月、太陽艦隊司令官ラインハルトシェア提督は艦隊に対し、イギリス本国艦隊に突撃するよう命じた。しかしこれは、 自殺的な無謀な作戦であったため、10月29日、出動を命じられたビルヘルムスハーフェン在白の艦隊で水兵約1000名が命令を拒絶、サボタージュを行った。この水兵たちは逮捕されてキールに移送されたものの、彼らの釈放を求めた市民、水兵たちと関権との衝突から反乱放棄に発展し、ドイツ革命の端緒となった。 11月11日に締結された休戦協定に基づき、太陽艦隊の残存戦力はスカパフローに抑留されたが、1919年6月21日、その大部分が自治にした。なお、ドイツ帝国海軍所属下の船舶、巡洋艦、駆逐艦、正規空母、水上規模艦、練習艦、戦艦、航空戦艦、運送艦は、 すべて SMS の感染説当時を付与されていた。ありがとうございます。